ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。今回は Google シムセラーの方でセールが開催されてますのでご紹介したいと思います。今回のセール、名称としては OCN モバイル1新コース開始記念大特価セールとなっています。今回のセール、セール期間としては11月20日水曜日の10時から12月24日火曜日の11時までとなっています。毎回同様、OCN モバイル1の SIM カードと同時契約によってスマホ代が安くなるというセールになっています。今回のセールでセール対象となっているのが次のスマホとなります。まず、ASUS の Zenfone Max M2。こちらはセール期間中端末代が1円に。同じく Huawei の Nova8 3も1円。Zenfone Max Pro M1 も1円となっています。その他、現在とても人気の高い OPPO の Reno A。こちらはセール期間中2万7000円。ハイスペックな Zenfone 6の 6GB128GB モデル。こちらが4万7800円で、8GB256GB モデルは6万2800円となります。また、ファーウェイの P30 Lite は4800円。P30 は3万9800円。元 G7 パワーは4800円となります。その他、モトローラのスマートフォンとしては、G7 が6800円に、G7 プラスが14800円。Zenfone Max Pro M2 が14800円。Arcos R2 Compact は34600円に、Arcos Sense 2が1500円。Huawei Mate 20 Pro が59000円。Nova 3が24200円に、iPhone 7の 128GB モデル。こちらは 44,800 円。iPhone 7 Plus の 32GB モデルについては 49,800 円。128GB モデルは 56,800 円。iPhone 8 256GB モデル 59,800 円に、iPhone 8 Plus 64GB モデルは 61,800 円となっています。その他 iPhone については、8 Plus の 256GB モデルは 68,800 円。メーカー整備品とはなりますが、iPhone XS の 64GB モデルは 82,000 円に、256GB モデルは 96,000 円。XS Max 64GB モデルは 92,500 円に、XS Max の 256GB モデル。こちらは 105,900 円。さらに同じく整備品で、iPhone XR 64GB モデルは 56,400 円。128GB モデルは 63,100 円。そして中古品ではありますが、iPhone XR が 55,800 円から販売されています。その他の iPhone も同じくセール価格で販売されています。これまでは Android が中心でしたが、今回のセールは iPhone も多数ラインナップされているようです。やはり目玉商品となっているのが、1円で購入できるこちらの3つのモデルかと思います。Zenfone Max M2、Nova Lite 3、Zenfone Max Pro M1。これらのスマートフォンが今回のセールを利用することによって端末代を1円で購入することができます。今回のセールは最新機種としては OPPO の Reno A だけとなっており、その他の機種についてはかなり前に発売されたモデルもあり、特に目新しいところはありませんが、1円で購入できるモデルがあったり、また、OCN モバイル1についても、新しいプランが用意されていますので、その辺と組み合わせて購入すると、お得にスマホを使うことができるのではないかと思います。ちなみに、OCN モバイル1のプランがどうなっているか、ということですが、こちらの表のようになっています。こちらは、音声対応 SIM の場合、要は通話もすることができる SIM カードの場合ですが、高速通信が 1GB のプランが、月額1180円となっています。もちろん、通話をすれば、ここに通話料も加算されてしまいます。その他、格安SIMはよくある 3GB のプラン。こちらが月額1480円。6GB が1980円。10GB が2880円。20GB が4400円。30GB が5980円となっています。自分が今契約している格安SIMは、1ヶ月の高速通信が 3GB のモデルになっています。OCN モバイル1ではありませんが、3GB のプランを契約しておくと、この 3GB を使い切ることは待つなく、遠出した際など、
通信量が比較的大きいマップアプリなどを使っても1ヶ月あたり3ギガを使い切ることはありませんので、個人的には普段使っている感じでは3ギガも必要なく1ギガで十分な気もしています。もちろん自分の場合はネット動画、例えば YouTube などを見る際は Wi-Fi 環境で見ていますので、特にデータ量を消費しにくいというところがあります。ですので LINE やメール、通話といった一般的な使い方であれば1ギガでも十分かと思います。YouTube 動画などをたくさん見られる方の場合、30ギガあっても足りないことが多いと思いますので、そういった方はこの OCN モバイルワンのプランではなく、もっと他のプランを契約した方がいいかと思います。ということで今回は Google SIM セラーの方で OCN モバイルワン新コース開始記念大特価セールが始まっていますのでご紹介しました。なお、このセールの会場については動画の概要欄の方に貼っておきます。セールの詳細など気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。